黎明会は、1918年12月、元明思想の撲滅を考慮として、民本主義に立つ学者、思想家を結集して結成された、日本の言論団体。1920年8月の解散により2年足らずの活動期間で終わった。1918年の米騒動後、発行事件に代表される、反政府的言論の抑圧が表面化していた。 事件に際して、大阪朝日新聞を擁護し、浪人会と対決した吉野作造は、このような状況を憂い民本主義を擁護するため、当時同様に進歩的知識人として知られていた福田徳造と協議し、知人の学者、言論人に会の結成を呼びかけることになった。以上が、阿蘇久志氏の説明する発足の背景であるが、 吉野の階層によると、そもそも吉野、福田会談を設定したのは、当時民本主義者との統一戦線の形成を目指していた大場影明、坂井敏彦らの社会主義者であり、吉野、福田は、あえて彼らの意図に乗って、会の結成を進めながらも、最終的には弾圧を避けるため彼らの入会を拒否することを合意していたとされる。その結果、吉野、 福田の勧誘状に応じた人々の他にも入会希望者が集まり、1918年12月23日、神田学士会館において、総勢23名の参加をもって、創立会を兼ねた第一回礼会が開催され、会の結成に至った。ここで承認された会の対抗三足は、体力ぎのような内容であった。日本の国体の学理的解明と、 世界人文の発達における日本の使命の発揮。世界の大勢に逆行する危険な顔面思想の撲滅。第一次世界大戦後の新情勢に応じた国民生活の安定、充実の促進。創立会の決定により、会の活動として月1回の講演会の開催とその内容を記録したパンフレットの刊行が決定された。また1919 19年6月。 会員である麻生久氏を中心に創刊された会報は黎明会と協力関係にあり会員が論説などを執筆した。発足翌年の1919 19年1月18日には会による第一回の講演会が神田青年会館で開催され1500名を超える聴衆が会場に溢れる盛況であった。3月には講演内容を記録した。 黎明会講演集が創刊され、会の機関紙となった。ついで同時期の3.1運動に際しては、第6回講演会で、朝鮮における武断政治への全面的批判を行った。また普通選挙制度の実現、治安警察法第17条撤廃を主張し、中国における54運動勃発に際して、政府の軍閥政府援助政策を批判するなど、社会的注目を集めた。 1920年初め、会員の森戸達夫が、筆火事件により、東大を追われると、2月には、新人会と連携し、森戸を擁護する講演会を開催、さらに、森戸を被告とする後半においては会員である、吉野、佐々木総一、三宅節令が特別弁護人となるなど、思想の自由を擁護する行動を進めた。しかし5月には、木村被災一が、講演会で、 シベリア出兵反対の激文を紹介したことで、不経済により、謙虚、壮大教授を罷免されるなど会員に対する当局の弾圧が強まった。会員への弾圧に加え、1919年後半にはマルクス主義思想が日本に進出したことで、民本主義擁護を掲げる黎明会の主張は、次第に新鮮さに乏しいものとなっていき、黎明会内部の思想も分化した。 特に福田とそれ以外の会員との間の思想的ギャップは大きく、第一次世界大戦後の国際政治を国際民主主義の進展と考え、ベルサイユ体制を一定評価する吉野作造らと英米的なモテる国の民主主義と独路的な社会民主主義の構想と考え日本は独自の道で対抗すべきであるという福田の考えは鋭く対立した。 1919年の国際労働会議労働者代表選出問題では、このような福田とそれ以外の会員の対立が一層、あらわになった。すなわち高野岩三郎の代表選出を支持する吉野らに対し、これに強く反対する福田は、結局高野を動かして代表受諾を断念させた。戦術の森と事件に対する運動を最後に、会の活動は衰退し、 霊明講演集も1920年4月をもって週刊となった。そして8月、福田徳造の提唱により霊明会は解散した。会員を講師とする公開講演会が地方での開催を含めて全10回開催された。1919年6月まで講演会は毎月開催されていたが、その後は不定期になった。 黎明会による講演会の内容を記録した、黎明会講演集は1919 19年3月に1週が発刊され、翌4月に刊行された2週から、黎明講演集と開題、同年8月の6週まで刊行した後、次の号より漢字を改めて2巻1週とし、1920年4月の2巻3週まで合計10週を刊行して週刊となった。 総刊から週刊に至るまでの発行者は、東京の出版社、大和文閣である。1990年には、霊明講演集の復刻版が、流刑書者から刊行されており、内山秀夫が会題を担当している。少数制衛方針を取り、新入会に際しては、全会員の無記名投票によりその投票を決定したこともあり、発足数ヶ月のうちに会員43名が、 集まって以降は会員の出入りがほとんどなかった。発行事件で大阪朝日新聞大社を余儀なくされた長谷川ゼカンを会に迎えようという提案があったがゼカンが新聞記者であり学者でないという理由で認められなかったほどであった。また発足に際して裏で動いていたとされる坂井敏彦も入会を認められず社会主義者との提携はならなかった。 しかし会員については、出身階層、思想を問わず、極めて幅広い著名人から構成されていた。大半を占めていたのは学者であるが、その所属は東京のみならず、京都帝大、東京高尚、京大、総大などの私学、専門学校も含まれ、また職業的学者以外の言論人、編集者も集まった。さらに、対象教養主義、 新官と主義の流れを組む者から民本主義者まで幅広い思想の持ち主が参加していることも大きな特徴である。以下、会員の一覧とそれぞれの当時の役職、会との関わりを示す。先日の黎明講演習復刻版のほか。ありがとうございます。